今回は、日本の対中国政策の最前線について、詳しく紹介しましょう。日本も、三菱製糸に、意識誘導弾改めへの、改良が進められている、状況です。今年中には完成するのではとの話しです。すごいのは、陸、海、空どこでも使用できるように、改良ができるところです。潜水艦もね。九段線という言葉をご存知ですか？このシリーズでも何回か登場した単語ですね。九段線は、有事線、または牛舌線とも呼ばれます。1953年、昭和28年に、当時の中華人民共和国、中国と中華民国、台湾との間で引いた南シナ海の国境線のことです。中国は、この九段線を根拠として、南シナ海における海洋権益を一方的に主張しています。南シナ海の各島々の領有権を主張するばかりか、勝手に上陸し、基地の造成を進めています。遠慮という言葉を知らないかのように、その海洋進出は、露骨かつ強引な犯罪まがいのもので、被害を受けていないのは、なんだかんだ言っても、仲のいいロシアや後ろ盾になっている北朝鮮ぐらいなものでしょう。この二国を除く西太平洋の国々が中国の野望を阻止しようと動き始めました。改めて九段線について考えると、あくまでも中国と台湾二国間のみの自分勝手な約束事ですし、国際的な実行力は何もありません。そもそも、現在の中国が自国領と主張している台湾との間での取り決めです。国と国との約束といえば、台湾を一つの国として認めることになりますし、自国領と言い張るのなら、一国で勝手に決めたことになり、横暴の極みと言われるでしょう。どちらにしても、主張の論理が破綻しているようにも思えるのですが、日本といえば、まずは尖閣諸島ですね。島の接続水域に入って、日本漁船を脅したり、領海までも侵犯する中国海峡の艦艇に悩まされていることは、よく知られていますよね。毎日のように緊迫した状況で、過酷な業務を強いられている、海上保安庁の巡視艇には、頭が下がる思いです。中国の行動は海だけではありません。ここ数年来、台湾の防空識別圏に、中国軍機が堂々と侵入して、挑発行為を繰り返しています。軍事力拡大を進める中国に対抗する日本、アメリカを中心にして同調する、西側諸国の軍事的活動があり、その結果西太平洋、南シナ海、東シナ海、フィリピン海などを含む全般が、一触即発の緊張した状況に陥っているのです。中国は、東シナ海にも、手を伸ばしています。ここでのポイントは、第一列島線という言葉です。この線も、中国が勝手に決めた防衛ラインです。これは、1982年、昭和57年、に打ち出された中国人民解放軍近代化計画の中の概念の一つだったのですが、その後の世界情勢の変化とともに、重要性が増してきたそうです。アメリカに対する軍事的戦略上の境界線なのですが、この中には、九州の南から台湾に連なる南西諸島、大隅諸島、奄美諸島、沖縄諸島、宮古列島、八重山列島、尖閣諸島など、までもが含まれているのです。日本の領土であることが分かりきっている。沖縄や宮古島まで入れているのですから、なんとも自分勝手ですよね。この、第一列島線が発表された時、このことで大問題になったそうですが、現在では、残念ながらあまり、一般には知られていないようです。知っていたら、
ここぞとばかり反中の高派連中が黙ってはいないでしょうね。中国の意図ですが、要するにアメリカと対決することになったら、日本領の南西諸島を防衛線として死守し、その内側に、アメリカ軍や自衛隊の艦船、航空機などの侵入を阻止するということなのです。日本の領土を、勝手に防衛線と決めたということの意味ですが、中国が、アメリカとことを構える事態になったら、日本の西南諸島を、中国軍基地として占領して、アメリカ軍を阻止すると言っているのと同じということです。全く、勝手なことを言ってくれますよね。先日のことですが、中国とロシアの艦艇10隻ほどが、日本海から津軽海峡を通り、太平洋を南下して、伊豆諸島と小笠原諸島の間を通過後、大隅海峡を抜けて、東シナ海に入るといった、G 航海を行いました。津軽海峡と大隅海峡は、言うまでもなく日本領海ですが、二つの海峡には、国際海峡航海と認められる部分を設定しています。この部分は、平時に、外国艦艇の通過を認めているので、中国海軍とロシア海軍が通過したことには、問題はないと思われます。とはいえ、日本の近海を軍艦が通過するという行動は不気味ですし、不愉快ですよね。そして、この行動の狙いは、日本、アメリカ、オーストラリア、インドによるクワッドや、アメリカ、イギリス、アーストラリアによるオーカスなどの反軍事同盟的性格の対中国共同包囲網のような新安全保障枠組みに対抗したものと考えられます。日本としては、容認できるものではありませんね。しかし、日本国内では、衆議院選挙を控えた時期だったので、この威嚇航海が、大きなトピックにはなりませんでした。自民党公約の、対敵基地攻撃戦力の保有は、あまり注目されていませんでした。しかし、政府と防衛省は、着々と、その地固めを進行させています。防衛省が、現在力を入れているのが、陸自に配備されている、人に、意識地対艦誘導弾の長射程化開発です。百数十キロメートルという、長い射程を持ち、地点を移動しながら発射できるものです。この能力向上型として、2022年度までに、射程 900km に伸ばす改良を行っています。改良されたミサイル部隊を南西諸島に配置し、占領を企んで押し寄せるだろう、中国艦隊への備えにさせる心積もりでしょう。最終的には、射程を、1500km まで伸ばすことを目指していて、地対地ミサイルとして、中国本土の基地をも、射程に収めようとする、計画もあるといいます。この長射程ミサイルにより、中国軍のミサイル射程外から攻撃できるスタンドオフ能力を保持することで、西南諸島への中国軍へ上陸の抑止力にしたいと考えていると思われます。こういった動きの中で、当事者でもある南西諸島の動きですが、地元奄美大島でも、この事実への反応は、あまり鋭いものではないようです。第302地対艦ミサイル中隊が、奄美大島に配備されましたが、瀬戸内郡田室地の瀬戸内建設業協会では、奄美大島は安保の最前線と言われているが、今一つ、そういった現実感はありませんとのことで、ミサイル部隊を配備することに対しての警戒心は感じられないようです。むしろ部隊を配備したことによる経済効果が大きいとメリットを感じているようです。瀬戸内郡田室地の場合、基地設備建設予算約630億円のうち、奄美市、瀬戸といった現実感はありませんとのことで、ミサイル部隊を配備の受注がありました。おかげで人手が足りなくなるほど、地元経済への潤いが大きいと言われています。もちろん、配備を喜ぶ声ばかりではありません。
基地があったら攻撃目標になって、島にミサイルが撃ち込まれたり、空爆や艦砲射撃などを受けるかもしれないと警戒する声も確かにあります。こういった反応はアメリカ軍や自衛隊が新しく基地を設けるときには必ず出てくる意見です。だからといって基地がなければ島民は安心安全な生活ができるのかと考えると、残念ながら必ずしもそういうことにはならないと推測されます。前述の第一列島線です。中国は奄美大島を含む南西諸島を対アメリカの防衛線と考えていて、万が一の時にはこれらの島々を攻撃して占領することは明らかです。基地があってもなくても、中国が自国の基地を作れる島は全て占領されると想定しておくべきでしょう。別の視点ですが、西南諸島に配属される地対艦ミサイル部隊は移動が可能なので、有事の際には山岳地帯などに移動して敵の攻撃を避けることができます。この事実は中国軍も熟知しているはずですから、基地や駐屯地へ多少の攻撃を行ったとしても壊滅的な大攻撃を仕掛けることはないと見られています。要するに世界から批判される恐れのある民間人や民間施設への攻撃は避けるはずだという想像です。あるいは占領後に自分たちが生活するインフラをなるべく破壊したくないという意図もあるはずという、これも想像ですが、沖縄を含む南西諸島は基地があるから攻撃されるわけではなく、中国にとっては地政学上大陸を守るためには必要不可欠な場所だから抑えようと攻撃してくるのです。もう少し中国大陸と距離が離れていたらよかったんですけどね。日本列島を太平洋側へ動かすことはできないですし、これらの島々からアメリカ軍基地だけで吐く自衛隊基地も撤去してしまえば、確かに直接攻撃を受けることはないでしょう。しかし、ある程度の面積があって、航空基地が作れる島だったら、中国軍が上陸して占領してしまうことは想像できます。中国軍に占領されて、施政下に置かれるのが嫌ならば、島の自衛隊基地設営に協力して、簡単には、中国が手を出せないほどに、防衛力をアップすることに協力するべきだという意見もあるようです。相手の軍事力が上がると対抗してあげてくるのが中国ですから、逆効果にならないかなと心配ですけどね。アメリカが尖閣諸島へ侵入したことで、分かった中国への牽制を確認した。当初、アメリカ国防総省は、日本領土と、はっきり明言していたが、実際はどうなっているのだろう。また、バイデン政権に代わって、今後の政策は、どちらに優位になるのか、台湾や日本の今後は、どう変化していくのだろうということを見ていくとしよう。
今年も、2020年に、引き続き、尖閣諸島の近海では、中国公船の活動が増加する一方であり、最近でも、2021年2月20日と21日の両日で、日本領海への侵入行為が発生するなど、緊張感を漂わせた。この両日に、不審な行動を起こしたのは、中国海警局に所属する2隻の、艦艇であり、日本の民間漁船を追尾するような形で、領海内に侵入するという、浅ましき行為を意図的に引き起こしている。あろうことか、中国政府は、自国の海警局に関する、武器使用の法改正、を、2021年2月1日に施行させており、自らが、命の危険を感じ、必要だと認めた場合は、同局職員の個人携帯の、重火器や艦艇に装備された、兵装等の武器使用のハードルも合法化させた。この経緯から、従来よりも、容易に武器を使用してくる、可能性が高まり、2017年には、中国海警局自体が、軍事警察の管轄下となっていることも重なって、これまで以上の強硬姿勢が予期される状況となっている。昨年の2020年11月には、来日していた中国の王国務委員兼外相が、日本の模擬外相を目の前にして、尖閣諸島周辺海域に、日本が侵入するから、やむなく対応していると、あらぬことを発言し、これに反論しなかった模擬外相にも、批判の声が降り注いだ。外務省側の見解によると、この時の王国務委員兼外相と模擬外相との記者会見では、日中双方が、自国の見解を主張する場となっており、議論をする場ではなかったとの見方を示しているが、国民は納得していない。しかも、目の前で、日本の政策を、完全な否定発言をした王国務委員兼外相を放っておいた模様は、全国的に報道され、それは、主張を認めたと同時ことであり、模擬外相が、中国語で謝意を示した点には、疑問が湧くとともに、非難も集中した。このような尖閣諸島をめぐる、中国側の強硬姿勢は、今回の日本漁船を追尾して、領海へ侵入したことでも明らかとなってきており、政治的観点や現場運用からも、激しさを増していることは、拭いようがない事実である。2021年2月8日に開かれた中国外務省の広志副報道局長の記者会見では、中国海警局が保有している艦艇は、尖閣諸島海域で、法に基づく、正当な措置を講じていると述べている。前とした海峡法改正を盾に、あるまじき行いを正当化している。そこを踏まえて、尖閣諸島は、中国固有の領土であるとの従来の見解を示した。そもそも、中国の領土であったという尖閣諸島は、日清戦争の結果、台湾と共に、日本に奪われたものと、する中国政府の持論を改めて誇示したことに対しても、弱気な姿勢をとっている。緊迫している状況下で、アメリカ国防防総省のカービー報道官は、2021年2月24日に、尖閣諸島に、日本の主権があると認めて、中国の行動を非難する旨の発言を記者会見で発表したため、日本を援護したかのようであった。安心するのも束の間で、その2日後の26日には、カービー報道官は、その発言を覆すとともに謝罪しつつ、日米安保条約に基づいた、尖閣諸島をはじめとする、日本の防衛に、これまでと同様に、アメリカが関与すると述べた。当時のカービー報道官の発言修正については、従来通りに、アメリカ政府として、尖閣諸島における日本の施設権は容認するものの、主権の存在については、その限りではないという玉虫色の内容となっており、不穏な予期を感じた。アメリカが、民主党のバイデン新政権に移行しても、尖閣諸島の防衛には、これまで通りに、その後押しが期待できると、日本では考えられてきただけに、その危険度は、計り知れないものとなっている。
先ほどのカービー報道官の修正発言を額面通りに受け取るとすれば、アメリカが認めているのは、日本が尖閣諸島に有するのは施設権のみであり、主権までは認めていない状態ということになる。日本にとっては、不利な方針をアメリカが堅持することを、あえて政治的に示したということは、日中関係の中で、尖閣諸島の主権をめぐる武力衝突が起きたとしても、アメリカの軍事的な支援を受けることは厳しいだろうという見解である。一連のアメリカの動きと前後して、日本政府は2021年2月25日に日本の領土に上陸する目的で他国の軍艦などの艦艇が領海に侵入してきた場合には、対峙する海上保安庁が対抗措置を取れるとの考えを明確に示した。まさしく、現行の海上保安庁法における海上保安官の武器使用を明確化しようとする動きであり、尖閣諸島海域における中国公船への対峙を念頭に置いたものであることは明らかである。日本の海上保安庁法では、海上保安官が対峙する相手に対して、重火器によって危害を加える行動を危害射撃のみと定められているが、昨今の情勢を鑑みて、実効的な解釈に踏み込んだ方がいいと思慮する。海上保安庁法では、海上保安官が犯人の逮捕を行う場合や、その逃走を阻止するための武器使用に関しては認められており、警察権限の一部として、職務執行上の範囲で適用されている。しかし、現場の判断で、機外射撃に限定した場合には、まず正当防衛であること、次に非常に凶悪な犯人を逮捕する場合にのみ実行することができるとされており、その解釈によって、是非が問われることになる。そのため、海上保安官は、事件前後の録画を必須義務とされている。これに対して、日本政府が示した見解は、具体的には、尖閣諸島に中国側が上陸する目的で艦艇による領海侵犯を行おうとしたならば非常に凶悪な犯人を逮捕することに該当することを意味している。さらに海上保安庁による対応だけでは困難と判断した場合には海上自衛隊に対して海上警備行動が発令されるケースでも同じく機外射撃を認めるようになっており、より抑止力として対応を強化する解釈と言えそうだ。自衛隊には、警告、威嚇、危害、命中という順番で、敵と対峙する際に、射撃をするということになっている。これすべてが、状況によると、曖昧な見解で認められており、武器使用に関する法律に関してはこれ以上変わることはないだろう。近年、敵基地攻撃能力の議論が持ち上がっています。以前からあった話ですが、ようやく重い腰が上がった。野党議員も、ようやく理解できたのでしょう。今回は、政府が発表した、次期潜水艦建造計画に、VSL 搭載化を詳しく見ていきますね。一二式誘導弾の延伸が進められていますが、最終延伸距離は、
1500km とかなり伸びることになります。海上自衛隊の潜水艦から発射されたらステルス潜水艦ですね。昨年末の2021年12月30日、日本の大手新聞社の読売新聞紙上にて、海上自衛隊の潜水艦が、今後、対地攻撃用の巡航ミサイルを実装する検討を開始したと報じられ、それは、VLS 方式である、可能性も高いと示されていた。VLS、バーティカル、ローンチイング、システムの略とは、海上自衛隊の護衛艦等の水上戦闘艦も搭載しているミサイルの垂直発射装置のことであり、潜水艦であれば、主として世界各国の戦略型原子力潜水艦が背面に装備していることで有名である。ただし、それらの戦略型原子戦は、核弾頭を搭載することもできる潜水艦発射型弾道弾を運用する艦艇であり、今回、海上自衛隊が検討を開始したのは、攻撃型潜水艦に、対地攻撃能力の付与を目的とした兵装にするということだ。米海軍に置き換えて言うと、最新型の攻撃型原子力潜水艦のバージニア級は、背面に、12機の VLS を装備しており、そこから対地攻撃に用いる長射程トマホーク巡航ミサイルを運用できる仕様であり、高い対地攻撃能力を有している。このバージニア級は、水中排水量7800トン、全長 114.8 メートル、全幅 10.4 メートルにも達する、大型の攻撃型原子力潜水艦で、あり VLS を12機搭載しているが、海自潜水艦を比較すると、はるかに小型であることが、調べるとわかる。例えば、海自最新鋭潜水艦の、大鯨型であっても、水上排水量3000トン、全長84メートル、全幅 9.1 メートルに過ぎず、通常動力型潜水艦としては世界最大級であるが、VLS を搭載する場合でも、数は限定的となっている。規模という観点で見れば、韓国のトサンアンチャンホ級が、水中排水量3800トン、全長 83.5 メートル、全幅 9.6 メートルの艦隊の背面に、6機の VLS を一応搭載しているので、これと類似する形になることが予想される。アメリカのバージニア級や、韓国の島山安正弘級が、VLS を搭載している理由は、言うまでもなく、対地攻撃能力を高めるためであるが、トマホーク巡航ミサイル等の兵装は、通常の 533mm の魚雷発射艦から、運用することができる。ただし、これらの攻撃型潜水艦に与えられた任務の幅は広くなり、533mm 魚雷発射艦から発射される対艦攻撃用の魚雷や巡航ミサイルの搭載数量や、それらを用いた戦闘への即時対応を確保する目的もあって独立した VLS が採用されている。日本の場合、昨年末に報じられた対地攻撃用の巡航ミサイルとしては、現在のところ、陸上自衛隊に配備されている国産の一二式地対艦誘導弾の能力向上型が充当されることになるわけだが、これも VLS と魚雷発射艦の双方で使用可能と見積もられている。そのため、必ずしも現状では未保有である VLS 搭載型潜水艦を新規建造しなくても、既存の潜水艦も含めて 533mm の魚雷発射艦から運用することを視野に入れれば、難易度の高い水中発射型、コールドローンチ方式の採用となる可能性は、低いと言えるだろう。以前、北朝鮮が、潜水艦発射型の弾道ミサイルを開発中だと、世間を賑わせた際にも、そもそも、北朝鮮ごときの技術力では、難易度の高い水中発射型、コールドローンチ方式の実用化には、疑義が生じたことも、記憶に新しく残っている。陸上自衛隊で現在配備している一二式地対艦誘導弾は約200キロメートル弱の最大射程距離を有するとされており、中国海軍艦艇の接近阻止を起とするために
南西諸島への展開が拡充されているが、能力向上型では、飛躍的な射程距離延伸を、防衛装備庁革新に、着々と進められている。この、12式地対艦誘導弾の能力向上型に関しては2021年度から、2025年度にかけて、総額400億円弱の開発予算が投じられることが決まっており、その計画によると、射程距離は、第1段階で 900km、次に 1500km に上げることが、段階的な目標となっている。まずは、この、1二式地対艦誘導弾能力向上型がバージョンアップされない限り、VLS は、元より、533mm 雷発射管での運用も、机上の空論になってしまうが、こうした長距離の対地攻撃能力を自衛隊が獲得する可能性を示すことが、中国への牽制の第一歩であり、抑止力となるだろう。しかし、戦後、日本の自衛隊や、防衛政策のあり方が、一二式地対艦誘導弾能力向上型を潜水艦に搭載し、長距離対地攻撃能力を獲得するという、ニュースが平気に出回ること自体、非常に変化してきていると言っても良いだろう。実は、ヘリコプター用搭載型の護衛艦、出雲、や、加賀、が、F-35 ライトニング 2B 型戦闘機を艦載するために、航空母艦化改修に至った際にも感じたことであるが、一昔前であれば、専守防衛の自衛隊の理念に外れると言われ却下される内容であった。別に、日本国憲法が改正されたわけでも付け加えられたこともなく、戦後から現在に至るまで、攻撃的な兵器を日本が保有することは、禁じられている点は変わっておらず、どちらかというと、攻撃的兵器とは、何かという定義、範疇の解釈の問題となってきている。まず、日本政府の見解としては、日本国憲法第9条に、抵触する攻撃的兵器とは、具体的には、大陸間弾道弾、長距離戦略爆撃機、攻撃型の航空母艦であるとの従来の解釈は変えておらず、深い真意に関しては方針の転換まではされていないのが現状だ。戦術した大陸間弾道弾、長距離戦略爆撃機、攻撃型の航空母艦の3種が攻撃的兵器に該当するとされる理由は、敵国の領土に届く射程距離を持ち、破壊目的のみに特化した大量破壊兵器だと日本政府は公に説明しており、その先に胸騒ぎを感じた。日本政府の対応処置は、従来と変わらぬ見解で、表向きに維持する必要があると、苦慮している姿勢が伺えるが、純粋に軍事兵器として見れば、大陸間弾道弾はともかく、長距離戦略爆撃機や攻撃型の航空母艦は、現代においては、説得力に欠ける。近年は、戦闘機に、長距離攻撃用の兵装を施すことによって、かつての長距離戦略爆撃機に匹敵する能力を持たせることも可能であり、航空母艦も、艦載機の数からすれば、確かに、出雲、や、加賀、は少ない方かもしれないが、それだけで、攻撃的ではないというのは、無理があるのではないだろうか。これから艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型戦闘機を兵装することによって、長距離の攻撃能力を付与することが可能であることから、太平洋戦争後に制定された日本国憲法の記述そのものが、近代の兵器が時代の変化に対応していないことは明白であり、見直すべきだと思慮する。日本国憲法第9条に関して、絶対に堅持すべきだと唱える一見すると、完璧平和主義者のように振る舞う勢力は、近年の中国軍事力の脅威増大を、実は、アメリカと旧ソ連、現ロシアとの間で、軍縮が進められたことが、及ぼした悪影響を実感していないことを理解していないのではないだろうか。これの意図するところは、アメリカとロシアが、
従来の軍拡競争を抑制しようと、両国の間で見れば、平和的な軍縮条約、INF、中距離核戦力全廃条約を締結したものの、これに縛られない中国が、漁夫の利かのように、その分野の兵器の配備を加速させる結果をもたらしたと言っても過言ではない。INF では、射程距離が、500〜500km までの地上発射形式の中距離ミサイルを、核、または、通常弾頭、共に保有を禁じたものであったが、逆に、中国のみが、その種の兵器を独占的に保有する状況を生み出すことになったのは、紛れもない事実だ。その危険を察知した米国前大統領トランプ政権の時に、INF を破棄し、現バイデン政権も踏襲しているが、アメリカ海軍が、世界に誇る大型原子力航空母艦の空母打撃群が、かつてのように、容易に中国へ接近することは、難しくなったままであることに、変わりはない。中国で開発実用化された極超音速兵器ディフェンダー17の開発者がアメリカへ亡命との報道が入ってきました。今回はこのディフェンダー17の開発者とどうやって亡命したのかを詳しく見ていきますね。今の中国からどうやって亡命できるのか、ああ、盲点になるところがまだあったんですね。中国は過去、最悪の状況へ、これから向かうことになるのでしょうかね。中国が、世界で最初に配備した、極、超音速滑空兵器、ディフェンダー17、の開発において、重要なポジションにいたとされる中国人技術者が、アメリカに亡命したとして、イギリスのメディアが報じて話題になっている。ディフェンダー17、トンプー17号は2019年10月1日に開催された中華人民共和国建国70周年記念軍事パレードにおいて量産配備された姿を初めて公開され、世界で最初に実戦配備された極超音速滑空兵器であるとされている。ディフェンダー17は弾道弾迎撃ミサイルシステム MIM と、トンプー104、パトリオットパック3でも、迎撃が難しいとされるほどの高速で落下してくる、弾道ミサイルディフェンダー16、トンプー16、を元に開発された、二段式ミサイルであるが、分離した弾頭部分が、極、超音速滑空体、HGV となって、マッハ5ほどの極超音速で突入してくるため、現在の対空ミサイル防空網では、ほぼ迎撃が不可能とされている。このように、中国軍が、着々と、極、超音速兵器の開発を進めている現状において、一方のアメリカ空軍では、2022年中に、極、超音速滑空体、HGV を実用化ま、でこぎつけるとしていたのであるが、HGV を搭載した、AGM-183A、ARRW の試射を、2021年に3回試みて、すべてに失敗している。この、極、超音速滑空体によって、移動目標を攻撃するためには、赤外線センサーの搭載が必須であるのだが、極超音速で飛翔する HGV は、
空気抵抗による摩擦で超高温状態となり、そのままでは目標感知能力が低下してしまうため、赤外線センサーを冷却しなければならないのであるが、アメリカ空軍では未だ解決できておらず、中国に追いつくことができないのが現状であった。その状況において、中国で極超音速兵器開発に携わった技術者、しかもその中枢にいた人物が亡命したことが事実だとすれば、アメリカにとってはまさに強行に巡り合ったと言えよう。イギリスのメディアによると、ディフェンダー17の開発から実用化において重要な存在であったこの中国人技術者は、その働きに見合うだけの評価が得られず不満を抱いていたとして、2021年9月末に未だ香港に残るイギリスの諜報機関 MI6 と接触したという。中国人技術者から接近したのか MI6 から近づいたのかは定かではないが、この技術者は自分が携わってきたディフェンダー17に関する最高機密に近い情報を持っており、この情報を提供することと自分とその家族をアメリカに亡命させることを交換条件とし、 MI6 が情報の信頼性が確認できたとして、アメリカの CIA との協力によって技術者と家族とをドイツ経由でアメリカへ亡命させたとしている。このまるで007の映画のストーリーのような話についての出どころが、 MI6 という信頼のおける情報機関を持つイギリスであることから、かなり信憑性の高い話であると思われ、中国に大きく遅れを取ったアメリカの極超音速兵器開発が大きく進展する可能性が出てきたと同時に、中国のディフェンダー17などの極超音速兵器へ対抗する術が見つかるかもしれないことから、ある意味ゲームチェンジャーとなる可能性を秘めている話であろう。もしこの亡命事件が真実であったとすれば、アメリカに流出すると思われる極超音速兵器の情報を無効なものにするまでに2年以上の月日を費やすであろうと試算されていて、中国にとっては大きな痛手になることは間違いないとされ、中国の狼狽ぶりは相当のものであろうと推察される。ところで極超音速兵器については、単に極超音速マッハ5以上を指すで飛翔する兵器と思われているのであるが、近年では弾道ミサイルにも極超音速で飛翔するものがあるため、飛翔速度だけでは分類ができないとされている。一般に言われている極超音速兵器とは、弾道ミサイルのように単純な弾道軌道を取らず、不規則な軌道で極超音速を発揮する兵器のことを指していて、大きく分けて2種類があるとされる。一つは極超音速巡航ミサイルで、これは1段目に装備されたロケットブースターによって加速させ、2段目がスクラムジェット噴射によって極超音速で飛行するものである。航空機に使用されるラムジェットエンジンでは、エンジンに流入した空気を圧縮し、燃料と混合させて燃焼させるため、流入空気の速度は、圧縮される際に低下するのに対して、スクラムジェットでは、超音速に達した流入空気を、そのまま燃料と混合して燃焼させることで、極超音速の排気噴射速度を達成する。ラムジェットエンジンでは、機体の飛行速度は、マッハ5が限界とされるのであるが、スクラムジェットでは、燃料に水素を使用した場合に、マッハ15が可能とされ、石油由来のジェット燃料でも、マッハ8から9の速度を得ることが、理論上可能とされている。これらのことから、極超音速巡航ミサイルは、速度が、マッハ5から9で 30km 前後の高高度を飛翔する、巡航ミサイルと言えるのであるが、通常の巡航ミサイルが、レーダー探知を避けるために、地表や海上スレスレの低空を這うように飛ぶのと違い、極超音速を得るために空気抵抗が少ない高高度を飛翔しなければならない。そのために、その軌道は目標上空までは
成層圏などを飛行しながら、極超音速に到達した後、目標に対して、ほぼ直角に急降下して突入するのである。一方、もう一つの極超音速兵器は、極超音速滑空ミサイルで、これは、一段目に、加速用のロケットブースターが装備されているのは、極超音速巡航ミサイルと同じであるが、二段目は、無動力のグライダー、滑空体で、既存の弾道ミサイルのロケットブースターを利用して、弾頭を滑空、グライドさせるために、ブーストグライド兵器とも呼ばれている。滑空弾頭には、推進エンジンがないため、ブースターによる推力で、成層圏まで上げられ切り離されてから、目標に向かって飛行するため、その速度や射程距離は、ブースターの出力などによって左右される。例えば、ロシアの、アバンガルトでは、ICBM、大陸間弾道弾と、同等の推力を持つブースターを使用しているため、マッハ23で切り離され、マッハ4から23で滑空し、最大到達高度は 120km だが、中国のディフェンダー17では、MRBM、準中距離弾道弾と、同等の出力のブースターのため、切り離し時の速度は、マッハ12、滑空時、速度がマッハ4から12で、最大到達高度は 80km である。そして、この滑空ミサイルは、跳躍滑空飛行、スキップグライド飛行によって、急降下と上昇を繰り返しながら、飛行距離を稼ぎ、目標に接近するのであるが、空気抵抗によって、速度は次第に低下していく。そのまま高度が落ちて、低速になると、対空ミサイルによって撃墜されやすくなるため、マッハ3から4の速度で、高度 25km が、限界点として、目標上空に到達させ、やはり、ほぼ直角に、目標に向けて突入させるように誘導するのである。これらの極超音速兵器は、既存の対空ミサイルによる防空網では防ぎきれないとされているため、防衛省では、これまでにない対抗兵器の開発を急いでおり、その一つが、2022年に研究開発予算が付けられた将来レールガンなのである。各国で通常動力型潜水艦にリチウムイオン電池が採用され始めています。今回は海上自衛隊ですでに搭載されている燃料電池を詳しく見ていきますね。でも、スターリングエンジンも良かったですが、時代の流れでより強化された製品が生まれてきましたね。水素エンジンもこれからわからないですよ。搭載されるかは、わからないですが、燃焼も水だけしか出ないエンジンで高出力ならね。海上自衛隊の潜水艦、ワクゲイが、中期防衛力整備計画。26中規模に基づく2018年度計画3000トン型潜水艦8129号艦として川崎重工業神戸工場で2019年1月25日に起工され2021年10月14日同工場において挙工された命名進水式を終え日本の建造数も毎年最新鋭の潜水艦が
次々と就役している。今回は、最新鋭の潜水艦に、リチウムイオン電池が、なぜ、搭載されたのか深掘りしてみていくわけだが、他の次世代電池も、採用予定だったのか、納得のいく結果を楽しみにしてほしい。海上自衛隊潜水艦の謎は、たくさんあるのだが、使用されている鋼材から推測すると、結構深く潜れるのではと思ってしまうが、実際のところ、機密情報であるので、想像に終わってしまう。もっとも、潜水艦の潜水深度、水中速力、連続潜航時間のデータは、非公表かつ最高機密であるため、その実力は、推測するしかないが、通常動力潜水艦では、世界最高水準にあると言われている、海上自衛隊潜水艦について推定されている、データを紹介していくので、一緒に想像してもらいたい。2021年9月時点での海上自衛隊において最新鋭とされている潜水艦は、タイゲイ型であるが、すでに就役している潜水艦で、最新のものは、双流型潜水艦の中で、リチウムイオン蓄電池を搭載した。11番艦、横流、呉基地所属第1潜水隊群第3潜水隊と、12番艦、東流、横須賀基地所属第2潜水隊群第6潜水隊の2隻である。ちなみに、双流型潜水艦は、全長 84.0m、最大幅 9.1m、水中排水量4200トンの大型通常動力潜水艦で、10番艦、双流までは、非待機依存推進、AIP である。スターリング機関を搭載したディーゼルスターリングエレクトリック方式であった。しかし、横流と東流の2艦は、ディーゼルエレクトリック方式に変更され、リチウムイオン蓄電池が搭載されたおり、双流型潜水艦の当初の計画では、潜航中動力として、燃料電池の搭載が検討されていたことは、あまり知られていない。ここで言う燃料電池とは、燃料の電気化学反応によって発電する電池のことで、乾電池などの二次電池と違って、様々な燃料を補充することで、永続的に発電可能かつ、発電効率の高い電池として、各方面で、明るい未来のための研究が進められている。防衛省の防衛装備庁、旧、技術研究本部では、最初に、ナトリウムアマルガム燃料電池の採用を検討していたが、使用する水銀が大量に必要であったため断念し、酸素、水素型電池の開発に方向転換して実用化にこぎつけたのであるが、潜水艦搭載にあたって燃料となる液体酸素の取り扱いへの不安を払拭できなかった。こういった経緯から、双流型潜水艦には AIP であるスターリング、機関の搭載が決定され、当時の技術研究本部では、その間も、次世代潜水艦用蓄電池として、リチウムイオン蓄電池の開発に着手していた。リチウムイオン蓄電池の利点としては、鉛蓄電池の欠点であった、水素ガスの発生がなく、エネルギー密度が、2倍以上、かつ、1.5 倍以上の繰り返し満つる放電回数ができるほか、充電時間も短く、放電による、電気容量低下が少なく、長時間の効率放電が可能であることなど、潜水艦に搭載する蓄電池として優れた特性を多数挙げられる。開発当初は、リチウムイオン蓄電池は、双流型の5番艦からの搭載予定であったが、タイゲイ型からの搭載に変更されるなどを経た後、結局、双流型11番艦の横流から搭載されることになった。搭載するにあたって、双流型のスターリング AIP 機関は維持され、鉛蓄電池とリチウムイオン蓄電池を交換する方法と、スターリング AIP システムも含めて、リチウムイオン蓄電池と置き換える方法が検討され、AIP も含めて置き換える方が、結局費用が高くなるが、水中出力が大きく、連続潜航時間が長くなる観点から全置換することが採用された。リチウムイオン蓄電池の採用によって、様々な面で高性能となったと思われるのだが、実は、スターリング AIP システム搭載艦と比べて、軸馬力が、
8000馬力から5600馬力に減少している。そのため、横流、動流は、10番艦までと比べて、水中における瞬発的な最大速力は、20ノット、時速 37km から18ノット、時速 33km に低下しているという計算になる。ただし、鉛蓄電池が高出力を発揮する時間は意外と短く、10番艦までが最高出力20ノットを発揮できるのはわずか5分間である上に、連続潜航時の水中最高速度は16ノット止まりである。リチウムイオン蓄電池ならば、長時間にわたって持続的に高出力を発揮することが可能であるため、横流、動流の連続潜航時の水中速度は18ノットを維持することができ、さらに、連続潜航時間が10番艦までは2週間だったものが1ヶ月に延伸されている。確かに半永久的に潜航できる原子力潜水艦と比べれば物足りないと思われる点もあると思うが、人間が乗り組んで運用される以上は、結局、半永久的といえども、食料の補給や乗組員の休養のために定期的に浮上することは必須であり、1ヶ月の連続潜航時間が可能であれば十分なのだ。従来まで使用していたディーゼルスターリングエレクトリック方式の双流型では、フル充電のために必要なシュノーケル航行時間が5から7時間は必要とされているが、リチウムイオン蓄電池は急速充電ができるため、2から3時間でフル充電が可能であることから、作戦運用上のシュノーケル航行時間が大幅に短縮されることになり、敵から発見されるリスクが軽減していると言える。しかも、ディーゼルスターリングエレクトリック方式の双流型では、AIP だけで潜航可能であり、シュノーケル航行をせずに潜航可能であるが、単独 AIP の水中速度は、5ノット程度になってしまい、第二次世界大戦時の潜水艦のみであるため実用的ではないだろう。実は、潜水艦の最大潜航深度は、最も重要で、最も機密とされるスペックであり、防衛省が公表したわけではないが、双流型の潜航深度は、600M から700M と予測されている。さらに、双流型の艦隊には、NS110 鋼材という世界でも、最高水準の鋼材が使用されており、理論上は、1000M の水圧にも耐えられるため、最大潜航深度 900M までは可能だとも言われている。ちなみに、海外の通常動力潜水艦の輸出タイプのものは、スペックが概略公表されており、最大潜航深度では、ロシアのキロ級潜水艦で 300M 程度、ドイツの209型も 300M、214型でも 400M 程度と記載されており、原子力潜水艦における最大潜航深度は 500M から 700M と推測、アメリカの高性能原子力潜水艦、シーウルフ級などでは 900M から 1000M と言われている。米海軍の主力であるロサンゼルス級原子力潜水艦で 600M の最大潜航深度と言われていることから考えても、双流型や次世代の大鯨型の最大潜航深度は原子力潜水艦と比較しても遜色がないため、中国やロシアの原子力潜水艦にも十分に対抗できる性能を持っているわけである。潜水艦において、一番重要なスペックである、静粛性においても、海上自衛隊の潜水艦は、世界でもトップクラスであり、ただでさえ想像しい中国の原子力潜水艦と比べ、潜水艦としてのスペックは、はるかに優れていることは断言してもよい。
コロナウイルスのニュースに隠れて報道頻度が少なくなっていますが、中国の南西諸島領海への侵入は毎日のように繰り返されています。中国だってコロナウイルスの再感染が広まっているはずなのに、巨大人口を背景に次々と艦艇を送り込んでくるのには全く辟易しますよね。日本はこんな中国への抑止力を強化する目的でミサイル部隊の離島4島への配備計画を発表しました。今回はこのミサイル部隊について見ていきたいと思います。最近、中国は九段線という地図上の線を持ち出し、南シナ海における海洋権益を一方的に主張し始めました。それどころか、南シナ海の島々の実効支配を確立するために陸上基地の造成まで進めたのです。中国の海洋進出は今に始まったことではありませんが、ここ数年露骨に強引なものになっていますよね。経済大国として自信がありふれているから怖いものはないということなのでしょうか。ところで、この九段線ですが、誕生は70年ほど前の1953年、昭和28年まで遡ります。当時、中国大陸は毛沢東、不立いる共産党が支配し、共産党との権力争い。に敗れた蒋介石は、国民党と共に台湾に渡り支配していました。大陸に中華人民共和国が、台湾には中華民国があり、対立していたのです。そんな中で、この二国が南シナ海に勝手に線を引きました。その線が九段線で、それぞれの権利を主張したものでした。その九段線を今になって持ち出し、南シナ海の領有権を主張するのですから、中国もなりふり構わなくなってきているのかもしれませんね。しかし、九段線そのものが台湾と中国との間の取り決めですから、それを根拠にするということは、台湾を他国として認めているという前提になりませんか？九段線についての中国の主張は、諸刃の刃になりかねないとも感じられます。さて、日本と中国の関係ですが、言わずと知れた東シナ海の尖閣諸島領有権問題ですよね。日本領なのですが、接続水域や領海に侵入する中国海峡の艦艇と海上保安庁の巡視艇との激しいせめぎ合いが何度も何度も発生しているのです。それだけではなく、中国は台湾にもちょっかいを出しています。九段線のところで説明した通り、歴史的に対立している台湾は、中国にとっては目の上のタンコブもしくは喉に刺さったトゲのようなものでしょう。台湾は自国領と声高に主張していましたが、近年は実力行使に出ているようです。台湾の防空識別圏に中国軍機が侵入して挑発行為に及ぶことは一度や二度ではありません。覇権主義の中国の果てしない野望と、それに対抗する日本、アメリカを中心とした西側諸国も軍事的活動を展開するので、南シナ海、東シナ海、フィリピン海など西太平洋全般が一触即発の緊急事態を迎えそうな状態になっているのです。中国が海上に勝手に作った防衛ラインは九段線だけではありません。第一列島線という言葉はご存知でしょうか？中国が対アメリカを想定して東シナ海に設定した防衛ラインのことです。その中には、九州南海上から台湾に連なる南西諸島、大隅諸島、奄美諸島、沖縄諸島などが含まれているのですが、一般にはあまりというよりほとんど知られていないでしょう。中国が勝手に作った線ですが、それを前提条件に考えると、万が一アメリカと対決することになったら、中国は
日本の領土である南西諸島を防衛ラインとして死守し、その内側にアメリカ軍、日本の自衛隊の艦船、航空機などは侵入させないと宣言していると同時ことなのです。何回も言いますが、南西諸島は日本の領土です。勝手に他国の領土を防衛線に決めたということは、中国がアメリカと戦闘状態に陥れば、日本の島々を中国軍基地として占領し、アメリカ軍を阻止すると公言しているようなものです。先日も中国海軍とロシア海軍の艦艇が日本海から津軽海峡を通り抜けて太平洋に出た上、これ見よがしに航行し、伊豆諸島と小笠原諸島の間を通過して、九州の大隅海峡を抜けて、東シナ海に入るといった、デモンストレーション航海が行われました。日本は、海域の広い津軽海峡と、大隅海峡は、国際海峡として、公海部を設定しています。なので、その公海部分を、平時に外国艦艇が通過することは承認していますから、中国海軍とロシア海軍が通過したのは、法的にも、全く問題はありません。と言っても、日本の近海を、他国の軍艦が通過するというのは、気分のいいものではありませんよね。二つの海峡には、一般の船も航行しているわけですから、武器を備えた軍艦を、間近で目にした、乗組員の心情を想像すると、薄気味が悪いです。この二国の行動は、日本、アメリカ、オーストラリア、インドのクワッドや、アメリカ、イギリス、オーストラリアのオーカスなどの対中国共同包囲網のような、新しい安全保障の枠組みに対抗したものと考えられます。しかし、タイミングが悪かったのか、中国、ロシアはそれを狙っていたのか、日本は、衆議院選挙を控えた時期だったので、この威嚇航海は話題にはなりませんでした。と言っても、当事者である防衛省と政府は着々と対策を講じていて、防衛省は現在陸自に配備されている人に意識地対艦誘導弾の長射程化開発を急がせているそうです。この人に意識地対艦誘導弾というのは、射程が百数十キロメートルと長く、重ね、装輪車両に乗せた発射筒から発射できるミサイルで、移動しながらの運用が可能なミサイルです。このミサイルを運用する部隊を南西諸島に配置し、押し寄せるだろう中国艦隊に備えようとしており、最終的には、有効射程を1500キロメートルまで延伸させ、地対地ミサイルとして、中国本土の基地も射程に収めようとする計画があるとも推測されているのです。防衛省は、2020年に、新しくミサイル運用部隊を編成して、南西諸島への配備を開始スタートします。2019年3月には奄美大島、2020年3月には宮古島、2022年には石垣島に、それぞれ部隊を配備して、30万1302両ミサイル中隊を、その指揮下に編入する計画を立てているそうです。こういった動きの中で、肝心の奄美大島地元住民の反応ですが、いまいちらしいです。ここは、安全保障の最前線とも言うべきところなのですが、300日対艦ミサイル中隊が配備された、瀬戸内郡田室地では、この島が安保最前線と言われても、現実感はないと、ミサイル部隊配備への警戒心が、ほとんど感じられません。逆に、歓迎ムードの方が強いのです。というのは、部隊配備による、経済効果が大きく、奄美市、瀬戸内町の建設会社のうち延べ58社が、147億円の受注をもらえたことで、人手が、不足の声が上がるくらい、地元への還元が大きいようです。しかし歓迎する声だけではありません。一部の地元住民は、ミサイル基地整備への不安を訴えています。
地があれば攻撃目標になって、島にミサイルが撃ち込まれたり、空爆や艦砲射撃などもあるかもしれないと、警戒する意見も存在するのです。確かにこういった反応は、アメリカ軍や自衛隊が、新たに基地を作る場合には、必ず出てくる話ですが、基地がなければ、島の住民は、安心安全で過ごせるのかといえば、残念ながら決して、そうとは言えません。なぜでしょうか。中国は、奄美大島も含む南西諸島を、アメリカに対する防衛線とみなしていますから、有事の際には、これらの島々に先制攻撃をして、占領することは明らかです。ということは、基地の有無に関わらず、中国軍の基地を、造成可能な面積のある島は、すべて攻撃対象になる。ものと考えなければならないということです。前述の西南諸島に配属される地対艦ミサイル部隊は移動できますから、万が一の場合には、人里離れた山岳地帯などに移動して、敵の攻撃から自衛することは、中国軍も熟知しているはずです。基地や駐屯地へ、多少の攻撃があったとしても、一般人の生活圏へ、大々的に攻撃することはないだろうと見られています。基地に反対する南西諸島の人々は、基地があるから攻撃されるのではなく、この島々が中国にとって戦略上、本土防衛のためにも絶対必要な場所だからこそ、占領しようと攻撃してくるのだと理解してもらいたいと思います。日本列島が移動できれば良いんですけどね。もう少し中国や韓国、北朝鮮から離れていたら、日本文化の形は違っていたかもしれませんが、太平洋戦争の形も違っていたのではないかと思うのです。今回は、韓国の最新鋭戦闘機 KF-21 ポラメについて、詳しく見ていきますね。なんだか、式典後解体されたとの情報をキャッチしていますが、これが本当なら、さらなる試練が待っているでしょうね。やっぱり信用できん。昨年2021年4月に、大統領自らが出席して、報道陣の前に公開されたのが、韓国航空宇宙産業、KAI が開発中の KF-21 ポラメ戦闘機であり、いわゆる第 4.5 世代戦闘機として、韓国の今後の軍用機生産を占う存在となっている。この式典の後には公開された、KF-21 ポラメ戦闘機が解体されているとの情報が報じられ、一部には、同機の生産計画が順調には進捗していないとする見方もあったようだが、今年2022年に入り、新たな写真が公開された。この写真の件からも、韓国の KF-21 ポラメ戦闘機は、予定されている今年中の初飛行に向けて準備が進められていると思われ、先の2021年4月の式典での1号機以後、同年12月までに、3号機リリースまでの準備を終えている。
KF-21 ポラメ戦闘機は、当初の予定では、短座型4機と複座型2機の合計6機の試作機が製造されると見込まれており、残る3機の準備と並行して、まず、地上での各種テスト、そして初飛行へと、段階を進めていくのだろう。また、こうした開発上のスケジュールの問題以上に、KF-21 ポラメ戦闘機の今後の動向が注目されていたのが、同機をめぐって、韓国とインドネシアとの共同開発が、契約通りに無事に行われるのか、否かという部分だった。インドネシアは、韓国から通常動力型潜水艦を3隻調達、さらに3隻を追加するはずだったが、突如、韓国の潜水艦の連続航行性能に不満を表明し始め、こちらは他国からの調達に切り替える公算が大きくなっている。こうしたインドネシアの不可解な動きは、同国が東南アジアでは、ケウなイスラム教国家という政治的なスタンスが根底にあるとも言え、これを起因とする内紛問題を抱える同国は、不安定な側面が明白ではあった。インドネシア国防省は、そうした同国の状況を物語るかのように、フランスのダッソーラファール戦闘機や、中古のユーロファイタータイフーンの導入を見合わせるなど、韓国との KF-21 ポラメ戦闘機の共同開発も立ち消えかと思われていた。しかし、2021年11月に、この KF-21 ポラメ戦闘機をめぐっての、韓国とインドネシアの共同開発が、元の鞘に収まり、当初の予定通りに、開発に関わる費用をインドネシアが支払うことに合意したとの報道がなされ、決着を迎えた。韓国とインドネシアの KF-21 ポラメ戦闘機の共同開発は、同機の初期開発の総額約7250億円の 20% に当たる約1450億円をインドネシアが拠出、技術支援を受けて、自国で48機を生産するというのが基本だった。しかし、2017年後半頃より、インドネシア政府は、自国の経済の悪化を理由として、韓国への拠出金の支払いを一方的にストップさせ、契約額の半額に相当する約770億円を滞納し、共同開発の履行に赤信号が灯っていたと言える。はためにも、このインドネシアの対応からは、他国の他の戦闘機に目移りしており、もっともらしい理由をこじつけて、韓国との KF-21 ポラメ戦闘機の共同開発を法務にすると見る向きが多かったが、なんとか復帰に落ち着いたようだ。インドネシア政府との交渉を担当する韓国防衛事業庁の発表によれば、インドネシア側は、滞納していた開発費用の約770億円を2026年までに支払うことを確約し、支払いの3割は、現金以外の物品で行われることを認めたという。今回、インドネシア政府が、現金の代わりに用意すると、おぼしき物品とは、同国で生産させる、天然ガスや天然ゴム等の資源が充当される模様で、経済的な苦境を訴えていた、インドネシア側の言い分を韓国側が了承した形だ。この KF-21 ポラメ戦闘機の共同開発に関する費用の支払いについて、インドネシア側が、天然ガスや天然ゴム等の資源を、その一部に充当するとしたことは、個人的には、かつての太平洋戦争時に、日本が、そうした資源獲得に動いたことを想起させる。当時は、オランダの植民地であったインドネシアに対し、日本は、いわゆる南進策を推進して、スマトラ島の油田地帯などを確保、アメリカより、禁輸とされた石油を得て、ママシ戦争能力を得ようと、オランダ軍を駆逐した経緯が、頭に浮かぶ。この政策の是非は一旦置いておくとして、日本は、太平洋戦争に敗北、インドネシアは、独立を宣言したが、一度は日本によって駆逐されたはずのオランダは、再度の植民地化を機として、4年にも及ぶ戦争となり、1949年まで続いた。太平洋戦争後には、
こうした東南アジアの国々の植民地からの独立が多々発生したが、戦勝国となったフランスがベトナムに対するのと同様に、オランダも戦前の植民地支配の復活を当然と考えていたことはあまり注目されていない。今日の日本ではオランダといえば江戸時代の伊豆島による貿易や風車と運河に象徴される牧歌的なヨーロッパの小国とのイメージが強く、悪印象は少ないように思えるが、太平洋戦争でインドネシアを奪われた日本への怨嗟の感情は決して小さくはない。さて、話が少し横道にそれてしまったが、 KF-21 ポラメ戦闘機の件に戻せば、当事国である韓国の韓魚新聞社等もこの計画が当初の予定に回帰したことについて、経済的な合理性の観点から一定の評価を与える記事を掲載している。そこでは、KF-21 ポラメ戦闘機の今年2022年7月の初飛行の予定と、それが順調に推移した後の2026年頃からの量産化を示唆しながら、同機の韓国空軍への調達は、総数でも120機に過ぎず、損益分岐点を下回ると指摘している。韓魚新聞社の記事によれば、 KF-21 ポラメ戦闘機の初期開発以後の量産化で損益分岐点をクリアするには、少なくとも300機程度の生産数が必須だと述べており、インドネシア分の48機を考慮しても、まだ不足だと見ているようだ。そのため、韓魚新聞社では、今回のインドネシアとの計画の再合意を踏まえて、それを足がかりに、他の東南アジアやアラブ諸国にも KF-21 ポラメ戦闘機のセールスを推進すべきだとしており、なかなか興味深い主張だ。ここでは、KF-21 ポラメ戦闘機が、いわゆる最新鋭の第5世代戦闘機ではなく、予算、または、政治的にも、そうした戦闘機の調達が、困難な国々のニーズに対応できる、商品として、一定の価値があると、主張している点は現実的だろう。ただし、アメリカは、F-35 ライトニング2の導入が困難な国に対しては、F-16 ファイティングファルコンの最新兵器である V 型の輸出を強化しているし、フランスのダッソーラファールも、そうしたニーズをうまく取り込んでいる。問題は、KF-21 ポラメ戦闘機の機体そのものの性能というよりは、統合可能な兵装が、各国の思惑と一致するか、否かという部分が大きいのだろうが、韓国が思い描くシナリオが通用するのかどうか、続報に注視したい。翻って、日本の一部の与党議員らは、現在進められている航空自衛隊の次世代戦闘機開発について、未だ試作機もない段階にもかかわらず、輸出を前提にすべきだと提言しているが、これに比べれば、韓国の方が現実的かもしれない。日本の場合、2035年頃より始まる F2 戦闘機の退役を、目途に、次世代戦闘機の開発は、進められるとされているが、ここで必要とされる機体数も最大で90機ほどであり、費用対効果の面のみからは、採算が合わないことは確実だ。